ホンジュラスの国章は、ホンジュラス共和国、自由、主権、及び独立の極によって特徴付けられており、トップには、コルヌコピアと、矢のキベールが、側面には落葉樹と、石灰岩の崖があり、フリーメイソンの目が、中央に存在する。また、中央の金字塔の間にあるの火山は、中米連邦を意味し、二つの塔は、国家の防衛と独立を意味する。 中央の三角形は自由と平等を意味する。紋章下部の多くと松を呼び、工作道具は豊かな自然を意味している。この国章は1825年に制定され、楕円形の内側に中央の火山を挟み左右に城が描かれており、当時グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカからなる中米連邦におけるホンジュラス州と州を示していた。 1866年、大円形型大城内に、金文字で、ホンジュラス共和国、自由、独立主権国、1821年9月15日、と、州から共和国へと変わったことが示され、火山の上に昇る太陽が加えられた。1935年に一部修正された後、現在まで使われている。ティブルシオカリアス・アンディの大統領の統治下において、 複数のや、カリブ海側大西洋と太平洋に挟まれた、地、右に3本の樫の木と左に3本の松の木、鉱山口に、建物、ハンマーなど掘削用具が追加された。ABC 桜井三恵子、中原敦史編集、ホンジュラスを知るための60小エリアスタディーズ127明石書店2014年28ページ。ありがとうございます。